イザヤ書イザヤはイスラエル王朝の後半の時代にエルサレムに住み神の代弁者としてエルサレムとユダの指導者たちに語りかけていましたまず語ったのは神の裁きについてです堕落した指導者たちに対して神との契約を破った報いを受けると警告しました偶像礼拝と弱者への圧政をやめないなら初めにアッシリア帝国を通してそして次はバビロン帝国を通して裁かれるという警告です しかし、その警告とともに希望もありました。イザヤは、神がいつか契約にあるすべての約束を実現してくださると確信していたのです。つまり、第二サムエル記七章で約束した通り、ダビデの子孫から王を起こし、神の国を建ててくださり、出エジプト記十九章のシナイ山で結ばれた契約を守れるよう、イスラエルを導いてくださるということです。 それは全て創世紀12章でアブラハムに約束されたように神の祝福と救いが全ての国に広がるためでしただからこそイザヤは彼の時代の堕落と偶像礼拝に対して声を上げずにはいられなかったのですイザヤ書は複雑な構成をしていますが次のように整理することができます1章から39章には3つの大きなセクションがありイザヤがイスラエルに対する裁きの警告をしています それらはすべて、三十九章に記されている。エルサレム陥落とバビロン捕囚という結末へ至りました。しかし、一章から三十九章には希望のメッセージもあり、捕囚の後、神は契約の約束をすべて実現されるというのです。四十章から六十六章では、その希望の約束を取り上げています。このビデオでは、まず、一章から三十九章までを見ていきましょう。最初のセクションは、イザヤが見たエルサレムの裁きと希望の幻についてです。 契約を破り偶像礼拝をし不正を行う指導者たちをイザヤは非難し神は他の国々を攻め入らせてイスラエルを征服させることによって裁くといいます。イザヤによればこれはイスラエルの中の無価値なものを焼き清める炎のようでそれによって悔い改めて神に立ち返った人々が住む新しいエルサレムを作り上げるのです。 そしてその時に神の王国が建て上げられすべての国の人々がエルサレムの神殿で神の正義を学び世界中に平和と秩序がもたらされるのですこのように古いエルサレムが裁きによって清められ新しいエルサレムになるというのがこの書の基本的なストーリーですこのストーリーはこの先も繰り返し語られ描写はますます詳細になっていきます このセクションの中心でイザヤは神が神殿の中で王座についておられるという壮大なビジョンを見ますその周りではセラフィムという御使いが聖なる聖なる聖なるかなと叫んでいましたその時イザヤは不意に自分を含めたイスラエル人がどれほど堕落しているかに気づきましたそして神の清さによって自分は滅んでしまうと思ったのですがそうはなりませんでした 神の清さは燃える炭となって彼を焼きましたが滅ぼしはしませんでしたむしろ彼を罪から清められたのですイザヤがこの不思議な体験について考え込んでいると神は非常に難しい任務を与えましたやがて来る裁きについて語り続けよというのですしかしイスラエルの反逆は同行しており彼らは警告を聞けば聞くほど固くなになるとも言われましたイザヤはそれでも神の計画を信じ続けなければいけません イスラエルはやがて木のように切り倒され切り株だけが残りますそして切り株は焼かれてしまいますがこのくすぶる切り株が未来につながる聖なる種になるというのですここにかすかな希望がありますが聖なる種とは一体何を指すのでしょうか最後のセクションにその答えがありますイザヤはダビデの子孫であるエルサレムの王アハズを糾弾し彼の破滅を宣言しました 神は最初にイスラエルを倒し、荒れ果てさせるのはアッシリア帝国だと言いましたが、そこには希望もあるのです。ダビデへの約束に基づいて、神はエルサレム陥落の後にインマヌエルという新しい王を送ろうとしていました。これは、神は私たちと共にいるという意味です。インマヌエルの王国は、神の民を凶悪な帝国から解放します。イザヤは、この来るべき王を、ダビデの家系の古い切り株から生え出る小さな新芽と表現しました。 これが6章で言われた聖なる種なのですこの王が神の霊によって強められ貧しい人を救う正義を新しいエルサレムにもたらしますすべての国々もこのメシアの王国に導きを求めるでしょう神の王国はすべての被造物に平和をもたらすのですここまで読むとイザヤの裁きと希望のメッセージがよく伝わりますではこれはいつ起こるのでしょうか イザヤはアッシリアの後にバビロン帝国が現れると告げましたバビロンもエルサレムを攻撃しついに壊滅させますここからが次のセクションですまず国々に対する神の裁きと希望に関するたくさんの詩があります最初はバビロンとイスラエルの近隣諸国の没落についてですイザヤは大国アッシリアの地位がやがてさらに破壊的で誇り高ぶったバビロンにとって変えられると言いました バビロンの王は自分たちは他の神々を超える存在だと言ってのけます。そこで、神はバビロンを滅ぼすと誓われますが、これはバビロンに限ったことではありません。イザヤはイスラエルの近隣諸国の名を挙げながら、その傲慢と不正を糾断し、彼らの破滅を予言します。しかし、すでに述べたようにイザヤにとって、神の裁きはイスラエルや他の国々への最終宣告ではないのです。それが、次のセクションにある2つの町についての詩に繋がっていきます。 非常に繁栄し自らを神より高いものとした挙句堕落と不正にまみれた町がありますこの町は反抗的な人類の典型でイザヤがエルサレムアッシリアバビロンについて先に述べたことを全部合わせたようなありさまでしたこの町には必ず滅びの日が来て王なる神が治める新しいエルサレムが代わりに訪れますそこには全ての国から贖ない出された人々が住み苦しみも死もありませんこれらの章がこのセクションのクライマックスです またこの箇所はイザヤが時を超えたメッセージを語っていたことを示します。これは暴力と圧政のはびこる国々に神が正義をもたらし義と平和と癒しと愛に満ちた神ご自身の王国を立ててくださることを待ち望む人々へのメッセージです。次のセクションは再びエルサレムの栄枯盛衰に焦点を当てています。まず一連の詩の中でイザヤはアッシリアから守ってもらうためにエジプトを頼りにしたエルサレムの指導者たちを非難しています。 その期待は必ず裏切られるからですイザヤはただ神に信頼し悔い改めることだけがイスラエルを救うと語りますこのメッセージは次に続くエルサレムの王ヒゼキヤの話でも語られますイザヤが予言した通りアッシリアが攻めてきた時ヒゼキヤは神の前にへり下って祈り助けを求めましたすると奇跡的に街は一夜にして危機を出したのですところがこの後すぐヒゼキヤは失敗してしまいます バビロンからの使節団をもてなそうとしたヒゼキヤは相手の関心を買おうとしてエルサレムの宝庫、神殿、宮殿の全てを見せたのです。これは防衛上の政策として同盟を結ぼうとしたためでした。これを聞いたイザヤはヒゼキヤの愚かさをなじりその同盟はいつかエルサレム征服という形で彼を裏切るだろうと予告しました。それが正しかったことは第二列王記の24章、25章で明らかになっています。約100年後に バビロンはエルサレムに牙を剥き町と神殿を破壊し人々を補修として引いていったのです1章から39章にある神の裁きについてのイザヤの警告が全てここにつながっていますイザヤが言ったことは全て現実になり彼が真の預言者であることが明白になりましたしかし神の裁きはエルサレムを清め聖なる種とメシアの王国を全ての国にもたらすためでした次の回ではその希望について見ていきましょう これが、イザヤ書1章から39章です。